もともとトーンが明るかった部分で、その透明感のあるパールブラックっぽい感じにしたくて、7レベルのブルーブラックですねにパール系の色味を少し6レベルのものを入れて、少しこう透明感のあるブラック、そういった感じに仕上げてあります。